漢方医学、漢方医学、または漢方は、競義では漢方薬を投与する医学体系を指す。また漢方は漢方薬そのものを意味する場合もある。講義では、中国医学をもとに、日本で発展した伝統医学を指し、針、球、指圧なども含む。現在日本の東洋医学業界では、古典医学書に基づく薬物療法を漢方医学、締結などを 針野球で刺激する物理療法を新球医学、両者をまとめて東洋医学と呼んでいる。5.6世紀に中国から日本に中国医学が伝来したと言われる。漢方医学は民に留学した総医などによって、金、元の医学が導入されてから徐々に独自性を持つようになり、後世派、16世紀室町時代以降に発展し、 活発な貿易が行われた安土桃山時代に一般に普及した。これは日本では生薬の多くは輸入する必要があり、海上ルートの確立が欠かせなかったためである影五行節の影響の大きい構成派に対し、江戸時代にはこれを批判して実証主義的な古法派が台頭し、後に二派を統合した節中派が生まれた。現在の漢方医学にも三派の名残が見られ、 特に古法派の影響が大きいと言われる。漢方医学では伝統的診断法によって使用する気薬の選別と調合を行う。このように処方された小薬型を漢方薬と称す。漢方薬の一部は1976年、昭和51年から保険薬として集裁されており、現在では漢方薬を使った治療が広く行われている。しかし、日本には 中国や韓国のような伝統医の国家資格は存在せず、1883年、明治16年以降、医師国家試験の科目にも漢方医学は含まれなかった。そのため、漢方医学の体系的な知識を持つ医師は少なく、漢方薬が西洋医学的発想で使われるなどの問題も参見される。明治政府により、日本の医療に西洋近代医学が採用され、 漢方医学は著しく衰退した。日本の医学教育では漢方医学をはじめとする伝統医学の教育は100年以上ほとんど行われなかったが2001年に医学部の教育内容ガイドラインの到達目標に和漢薬を外説できるが加えられたことで全国の大学で漢方医学の講義が徐々に行われるようになってきている。16世紀以降 西洋医学が日本に導入されて南蛮医学、高毛医学と呼ばれたが、江戸中期には西洋医学をオランダ人がほぼ独占するようになり、乱法、または洋方と称された。これに対して中国医学系の従来の医学を漢方と呼ぶようになった。幕末から国学と漢学を尊老的に交漢学と言い,い、明治14年頃からは漢学と称されたが、 それに伴い漢方も交換医学、馬漢医学と呼ばれた。日清戦争以降、西洋とタイになる東洋という用語が定着したと考えられており、昭和25年に日本東洋医学会が設立されて、東洋医学という呼び方も一般的になった。現在日本の東洋医学業界では、漢方医学、古典医学書に基づく薬物療法と鍼灸医学、経血などを 針や球で刺激する物理療法を合わせて東洋医学と子でいる。漢方医学は気血水、拒実などの理論や、格魂油などの包材、複数の気薬の組み合わせを中国医学と共有し、テキストとして中国の古典医学書が用いられる。しかし両者には多くの違いがあり、特徴としては具体的、実用主義的な点が挙げられる。 現在の漢方の主流である古法派では中国医学の根本理論である陰陽五行論を関連的であると批判し排除したため漢方には病院病理の理論がなく証、章とも症状に似た概念に応じて召喚論など古典に記載された処方を出すのが主流である証を立てるための診断法としては脈診を重視し原心が廃れた中医学とは 対照的に、ハラシンをおもんじ脈シンはあまり活用されない。また、使われる木薬の種類は中国より少なく、1日分の薬用量は中国に比べて約3分の1である。これに対して、繁医学、朝鮮半島で使われる小薬量は中程度である。漢方医学の処方は、小肝臓病論、現在では、小肝論、使用肝論及び、 近畿要略、近畿要略と呼ばれる二つのテキストとして残るを基本とした古い時代のものに日本独自のマイナーチェンジを加えたものである。音病、運病など民家ら清にかけて中国で確立した理論はほとんど漢方医学には受け継がれていない。気血推説は恋法を唱えた吉松東道の考えを 長男の吉松南外が不縁した理論であると日本では言われているが、皇帝内教に同じような記述も見られる節もあり、表現が違うだけで、東道が考えたというのは、甚だ疑わしいとする声もある。気血水理論では、の三つの流れをバランスよくとどこよりない状態に、するのが治療目標になる。音量古行論も中国医学の理論家に用いられた。ただし、 現在の漢方は、音量古行論を関連的として除した古法派が主流であり、診断、処方にはあまり用いられない。実は、体力の充実している状態、虚は体力の衰えている状態であるが、体のどこが虚しているかが重要である。症状を含めたその患者の状態を症と呼び、証によって治療法を選択する。証を得るためには、 四診を行うだけではなく、患者を医師の五感でよく観察することがまず必要である。西洋医学では患者の兆候から疾患を特定することを診断と呼び、これに基づいて疾患に応じた治療を行う。しかし、漢方医学では治療法を決定すること自体が最終的な証となる。例えば、葛根油が最適な症例は葛根油症であるという。 証の分類と治療法の選択について、様々な理論化がなされた。治療法を決定するためには四神、持ち、聞き、問い、切れを行う。漢方医学における体からの毒素を排出、いわば、射する際に重視したものなどの手術が挙げられる。日本には、遣隋使、遣闘使によって、また朝鮮経由で中国から伝えられた。8世紀に、 日本に戒律を伝えた岩人は医学にも精通したとされ、756年に崩御した聖武天皇の遺品を収めた奈良の正倉院に白の薬物が収められている。982年には現存する日本最古の遺書、遺信方が丹波康よりによって編纂された。13世紀頃には全州の僧が医学の担い手となった。世紀を代表するとして、 都民将の梶原章然や福田方の幽林が知られている。日本で現在の漢方医学と言われるものが発展するのは16世紀になってからであった。明に留学した田代三期は東流医学を学んだ。その弟子であり織田信長に徴用された真瀬道蔵は経敵集を表し、また医学者、経由院を作り、息子の真瀬原作をはじめとして多くの弟子を教えた。 この医学は後に五世派と呼ばれる。この時代に医学と宗教の分離が行われた。十七世紀には、名古屋元尉が、召喚論への回帰を訴えた。後藤牛虎山が、元尉の考え方を発展させ、香川治安、山脇東洋、吉松東堂らがこれに続いた。この流れは、古法派と呼ばれる。後世派が、音量理論や語行理論といった抽象的な理論に、 基づくのに対し、古法派は、実証的に、召喚論を解釈することに努めた。これは、杉田玄白ら蘭学医にも影響を与え、花岡精臭による、世界最初の麻酔手術にも繋がっていく。しかし古法派の実証主義が、結果的には、西洋医学流入に伴い漢方医学が衰退する、一因となる。厚生派と古法派はしばしば対立したが、厚生派の祖である。 マナセミも、召喚論を軽視していたわけではなく、古法派の後藤牛虎山は、一気止め大論を唱え、香川治安は医学における恩名五行説を否定するなど、召喚論などの古典を無批判に肯定していたわけではない。明治政府の政策により1874年の異性発布以降は、西洋医学を学び、医師免許を取得しなければ、医師と名乗ることができなくなった。 現在でもこの規定は有効であり、純粋の漢方医は日本には存在しない。なお、漢方医の運動により1895年に医師法改正案が出されたものの、わずか28票差で否決されている。ここに至りついに漢方は壊滅の危機に瀕したが、多くの町の薬剤師、薬師相たちのおかげで、伝承が途絶えるのは過労じて免れ。 また、医師免許を取得した医師が、漢方医学の研究、診療することまでは任されていなかった。1910年に、和田家重郎が、異界の鉄師、その弟子の湯本元武信が、交換医学、1928年を表し、漢方医学の復権を訴え、西洋医学を学んだ医師が、漢方も学び実践する形できながらえた。また、 僧侶の森道博が後生派の流れを組む一貫堂医学を築き上げたが、森道博自身は医師免許がなく、八カズや八カ道明など多くの医師が弟子として一貫堂に入門してきたため、門人たちによって一つの流派を形成するに至った。なお、八カ道明は後に大塚隆史と出会い、日本漢方医学会を結成して、共に、 昭和漢方の復興を牽引することとなった。1950年には日本東洋医学学会が発足した。1976年には漢方法剤の液ス剤が健康保険適用になり、広く用いられるようになった。日本東洋医学会発足当初、会員の中心は薬剤師、薬首相の先生方であり、現状においても漢方の担い手の主体は、 医師というよりは、薬剤師や登録販売者、鍼灸師で、特に長年にわたり、漢方医学を守り続けている、漢方専門薬局、漢方専門薬店であるが、昨今では、漢方医学に関心や理解を示す医師も多くなった。ただし、現代医学と体系をことにする、漢方医学を十分に理解して実践している医師は一握りと言われている。 中国医学を源とする医学は、中国、中医学、日本、漢方以外にも、朝鮮半島、古くは、東、現在の韓国では、繁医学、北朝鮮では、高麗医学と呼ばれる、ベトナム、南医学などアジアの広い範囲で行われている。東南アジアの伝統医学も、その多くが、アーユルベーダと共に、中国医学の影響を受けている。また、アメリカ、 カナダ、ヨーロッパ、オーストラリアなどでも中国医学系の伝統医学、トラディショナルチャイニーズメディシン、TCM は注目され、広く実施されている。オーストラリアは西洋文化圏で最も中医学が発展しており、2012年には全国で注意の登録制度が実施された。アメリカでは50州のうち44州で新灸が合法化され、カナダやイギリスでも注意診療所は、 増加傾向にある。アメリカ国立衛生研究所 NIH では、中医学中心に伝統医学の研究が行われ、アジアの小薬療法の研究に大きな予算が割かれている。アジアの伝統医学の研究は2003年の段階で NIH の中のアメリカ国立保管代替医療センター n c シ i m と国立がんセンター、 無事を合わせて250億円ほどの規模で行われており、その成果はアメリカに独占されている。中国医学系の伝統医学は、代替医療、統合医療の分野で世界的に活用され、グローバル化が進んでおり、標準化が課題となっている。中心地である市中間の伝統医学は、共有する部分も大きいが、理論、用語、処方に様々な違いがあり、 政治的な影響をもあり足並みは揃っていない。これはアジアのハーバルメディスン、漢方薬の標準化を目指すアメリカに対し、アジアの伝統医学にとって大きな不安材料となっている。日本は政府、医学界ともに中国医学の国際化、アメリカ主導の標準化の流れに関心が薄く、中国、韓国、香港、台湾などと異なり伝統医学を扱う政府の セクションは存在しない。国際的にも官報への理解は低く、外交面で大きく立ち遅れているのが現状である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。